はい、どうも、ノッタラです。今回は、ノエル頑張りますっていうね、ゲームをやっていこうと思う。サブチャンネルのチャンネル登録者数が1000人記念ということでね。全然関係ないですけど。ドットアニメーションのゲームだね。ストーリー、遊ぶ場所もない、畑にモンスターが出る、友達はみんな村を出て行ってしまった。そんな田舎暮らしに飽き飽きしていたノエルはある時一枚のチラシを目にする。2階建て家具付き一軒家、今ならなんと1000ゴールド。どう考えても怪しいチラシに一人暮らしをしてみたいノエルは悩んだ末に家を購入してしまうが、そんな美味しい話があるはずもなく多額の借金を背負ってしまう。期限は10日間、借金返済のためにいろんな仕事を頑張るノエルに様々な、果たしてノエルは無事に借金を返済することはできるのか。しかしこの物語は借金返済後が本当のスタートだということをノエルはまだ知らない。というわけでね、体験版はやったことあるんだけど、このゲーム借金返済した後がね、本番なんですよね。盛り上がりを見せるんですよね。で、なんでこの画面なのかっていうと、もう、開始5秒でちょっと映せない状況だったんで、この画面で話してます。よし。そろそろね、この瞬間を見ている視聴者っていうのはね、1割にも満たないんでね。みんなね、ポルノハブみたいなね、あのね、そういうシーンしか見てないんだよ。YouTube のアナリティスク見る限り。YouTube に最近導入された、盛り上がりゲージね。というわけでね。もう立ち絵な時点でかなり強烈ですが、まあ、体験版はバンされなかったんで、これ大体1年前のゲームだったかな。2021年の6月18日、もう1年経ってるわ。このドットに特化してるんですけども、この、当時出た時は画期的だったんですよ、これ。マジで。ちょっと俺体験版しかやってないんだけど、ちょっといつか絶対製品版やりたいなと思って。というわけで家を買うと。でもこれやっぱなんていうかね、そのデモンズルーツみたいにストーリー特化のゲームではないんで、まあかなり抜きに特化してるゲームなんで、まあ8割は映せないんですけども、まあつまりこれはただ俺が楽しむだけですね。ほら、買われちゃうぞ。待て、画面大丈夫か？画面大丈夫か？よし、OK。というわけで、まんまと家を買っていく。まあ、ちょっと左上にちょっと不穏な文字がありますが、まだセーフです。YouTube くん、外国なんでね、インランドとかいう言葉は認識できないんで、AI は。バカにしていく。いいな、ベッド。俺ずっと布団なんだよね。ベッドいいな。A の準備。ちょっと、よし。で、まあ、進行的にはお金を稼ぐんですよね、依頼を解決して。で、時にはね、なんかモンスターも飼ったりするんですよ。まあ、街の人に挨拶でもしに行くか。思い切りがいい。楽観的。はめられていく。
まあ、家を借りた人間は以前に住んでいた者が背負っていた借金を肩代わりするものとする、まあ、よくある誓約書。100万ゴールド。いや、こんな服着てる人やばいですよ、マジで。そうだね、依頼を解決していくということですね。はぁはぁはぁ、ふん、へほん、へはぁほん、はほん、へほん、ふんふん。なるほど、ニャンキャッツ。というわけで、ちょっとこれは見せられない。見せられない部分がある。ふむ。いや、10日間で100万ゴールドですか。ちょっと不穏なものがあったな。そうそう、借金返済生活と借金返済後生活の二部構成となっております。はいはい、わかりました。あ、普通にやってれば多分大丈夫でしょう。こういうゲーム大体ね、普通にやってれば大丈夫なんで。で、まずこの子供が、あれ全然違った。あれ最初ここにびっくりマークがあった気がするんだが、まあいいか。体験版だとあそこにびっくりマークがあった気がするんだが、この宿屋の親父は結構頻繁にお世話になるやつだった気がする。え、なんて言ってた。全く文字を読んでない。食堂のグラス、楽ちんちんだわ。あっふーん。そんなことがあるかい。都合のいい病気を打ち出して。まあちょっとね、この宿屋の親父さんが無遊病、まあ嘘ですけども、なんか眠りながらね、うとうとしながら、まあノエルちゃんのああっていうやつですね。まあ、これ見てお金がもらえると。まあ、それくらいなら許したろうということで。300ゴールド。まあ、いい、まあ、こういう流れですね。うん。基本的に。で、なんかこの家も確かね、サブキャラクターみたいなやつもいて、そのサブキャラクターもなかなからしいんだよな。うん、っていうのをなんか覚えてる。どっかで見た。かくれんぼ。これもあったなぁ。これもなんか作業をしている間に、うご、あっ、とった。あ、よかったよかった。あ、オレンジ見つかったわ。とんでもねえもの持ってんな、やっぱ。もうこれでこそノエル頑張りますが売れた理由だよな。もうこの体験版のでできるこの範囲の時点でもうこれ、もう人を引きつけるよな。あ、これ神だわって。うん。大体、この辺には用事なかったはず。だいたい右下の方でだいたい解決するんだよ、序盤は。いや、それエッチな撮影じゃん。一体なんていう写真を撮ってるんですかね。写真家もちょろい商売だな、これな。
とりあえずこれだな。これをやったらだいたい疲労度が100になるだろう。まあ、かくれんぼイベントやな。まあ、そこまで見つけるのに苦労した覚えはない。あと一匹どこだ？あと一匹。前じゃない。やりますね。よし、オッケー。テンポが良い。あれ、男の子いね。あ、疲労度115。でも、オーバーしたってことは逆に効率がいい。こういうゲームで効率を求める。こういうセリフをね、こういうけなげなセリフを覚えておいて、後々このセリフが、明日もノエル頑張ります。タイトル回収していく。後々このセリフがね、どんどんそのね、変化していくっていうのが、まあ、見どころですよね。確かこっちが冒険者ギルドとかじゃなかったっけ。酒場だった。あれてかこんなとこあったっけ、体験版に。あ、なんかお、ああったな、この老人ホームの、ここだよね。ここ、マッサージ。はいはいはい。あったね。お待たせしました。じゃあ、ここ脱いでもらって、この前貼りを大事な部分に貼ってもらっていいかな。今回はまだジャブということでね、ほとんどなんもね、なかったね。至って普通のマッサージだったな。うん。最初はこれくらいがいいらしいな。次は誰も入れないようにして。ちょっとね、予約してたジジイが来ちゃってね、途中で中断しちゃった。はぁ、老人ホームか。老人ホームも高いんだろうな。おっほ、あと一回体つきちゃな。老人ホームもな、高等郵便だろうな。わしは老人ホームに入れるんじゃろうか。道具屋さんだ。外出中。あれ ?Y の部屋になんかある。あれ、これ Y の部屋じゃなかった。窓の外で物音がしたりするのよ。任せてくれ。じゃあ窓の外行ってみるか。ヒートアップしてきたなぁ。これでこそ同人ゲーム。ヒートアップしてきたなぁ。あれ全然疲労度、あ、これもクエストが終わったら疲労度が増えるか。嘘がうまい。
疲労度35。だいぶ疲労した。まあ、何があったかと言いますと、ぶっかけそばだな。